この度は大変申し訳ございません。申し訳ございませんでした。以前公開した動画でですね、1ヶ月チャレンジですねを、門田元気がですねやったんですが、その内容としては、まあ、バック回り込みフォアのねフットワーク練習を私が1日5分やったら1ヶ月後には必ずフットワーク力が向上してますよっていう、なので門元に、1ヶ月やりきってくださいねと皆様にお約束して、途中経過まで撮影はしていったのですが、途中で断念してしまいました。理由につきましてはこちらのですね諸事情により、まあ、道半ば途中でやめてしまったということですね。申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。全ては門田元気の責任であり私の責任ではございません。大変申し訳ございませんでした。大変申し訳ございませんでした。でですね、はい、なので今日からもうね、この途中でやるって言ったのに途中でやめてしまった、このなんかこうね、つっかえるものが胸にないですか？罪悪感。罪悪感ということですね。今年のうちにね、やりきって、で本当に、フットワーク力が1日5分で1ヶ月間で向上するのかどうかというのはですね、また、検証して年内中に、皆様にご報告できればなと思っておりますので、今日からまたできますか？はい、できるそうです。なのでただまた同じことはもうやらない。バック回り込みフォアもうやらん。もっとしんどいことやろう。ちょっとねもうみそぎ、半分はもうねみそぎですよ。みそぎ、はい。まあ、結果的に良くなったらなおさらいいよね。そうですね、はい、ということでまた1ヶ月チャレンジを1から、いえ0から始めていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。お願いいたします。内容は何にしようか。ですね、ツイッターの方で、募集したところ、多球練習の方が効率がいいんじゃないのかと。そうですね。そして、まあ ね、ミスしても返ってくるからという意味ではどうしようか、しんどいしね、はい、うん、ということで約5分間の多球練習、内容は先日村田さんが来た時にね、やってライブで、ブロックを回してくれたオール全面オール、どこに来るか分かんないけど全部フォア、オールフォア、オールフォアですねをやっていきたいと思います。そして1ヶ月後にまた私が今度はブロックします、はい、で門元がオールフォアで動きます、はい、一発で何て言ってるか。いや一発とは言わん、何5発ぐらい、5発以内に、5発以内にこの間30やったよね、はい、5発以内に30がもしできるようになったら、だってこの間30分ぐらいかかったの、はい、30分ぐらいかかってやっと30以上ついたよね、はい、はい、それが5発以内でできるようになればもうすごい上達よ。目に見えてますね、はい、うん、それまでは絶対にブロックしない、全部球出しで動き続ける、はい、という内容の動画をですね、はい、まあ、途中経過も、お送りすることになるとは思うんですが、今年の最後にそれで締めくくりたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは行きたいと思います。前面にゆっくり球出します。オールフォアで、はい、行きます。強くなっていいですね、しっかり回転かけてくらい、はい、行きます。いやいや、ロビンが見てどうする、普通に打っていい。いや、強く打てる人はゆっくりも打てるから、ゆっくりフォアハンドとしか打てなかったら強くは打てない。卓球練習の間は多少強く打って、で自分の体力、体を追い込む。で、いざじゃあ続けてやりましょうねってなった時にも、
ね。あ、ゆっくり回転かけてる。なるほど。いきます。はい。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お願いします。3人の Twitter や Instagram、 YY リンクの Twitter、 Instagram もやってますので、概要欄の方からフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら。